皆さんこんにちは。今日は火山灰中の鉱物の電子顕微鏡観測ということで、お話をします。こちらは火山灰中に含まれる主な鉱物を、取り上げたものです。上の段に4つありますけども、石英、超石、クロームも核戦石ということなんですが、これらは高山、岐阜県の北の方にあるんですけども、高山の、ちょっと古い火山灰層から、肉眼で分かりやすい鉱物が含まれているということで、それをピンセットで拾って集めたものです。で、石英は無色透明、超石はちょっと白っぽくて不透明で、クロームは六角形の板状、核戦石は黒くて不透明で、ちょっと表面に水銀がついてるというような感じなんです。で、下のものはちょっと普通火山灰からなかなか取れないので、この観覧石についてはアリゾナの観覧石を主成分とする、ダナイトという岩石をちょっと砕いて、観覧石の粒を分離しています。そして磁鉄鉱と、シソ基石なんですけれども、これは海岸の砂鉄の層の中にあってですね、波の作用でこの2つの鉱物しかほとんど含まれてないということで、磁鉄鉱は磁石で分離して、で、残った粒の比較的大きいものがシソ基石というわけです。で、一番右の古銅基石っていうのはこれは、あまりたくさんないんですけども、小笠原の海岸にやはり波の作用で濃集しているところがあって、そこで取られたものなんですけども、基石は鉄が多いか少ないか、鉄マグネシウムが主成分なんですけども、鉄が多いかマグネシウムが多いかでちょっと色が違うっていうことで、比較のためにこの小笠原の基石の写真もつけてあります。で、実際にはこの基石1類の7種類なんですけども、これと、これらを、混ぜて一つにしたものということで、標本セットとして鉱物を8個のケースに入れたものを作りました。で、それを一つのビニール袋に入れてるんですけども、これを各学校に、6個ずつ配って、理科の授業で使ってもらおうということを考えたわけです。で、2018年の11月に、岐阜市の、中学校分作ったので、まず岐阜市の中学校に、配り、その後、2021年の1月までに岐阜県の、全中学校、これ数にして全部で900個ぐらい作ったんですけれども、これを作って、理科の授業に、使ってね、鉱物の見分けが、できるようになるといいなというわけです。で、その後、実際の火山灰で、どんな鉱物が含まれているか調べるということで、火山灰としては桜島や霧島の火山に関しては、比較的頻繁に噴火する。それから2000年の有珠山の、噴火の火山灰、それから2014年の御嶽山の火山灰なんかも、理科の授業で使われることが、あるわけです。で、これらの、火山灰にはどんな鉱物があるかということで、調べていくんですけども、この目で見て分けたものが本当に、合ってるかということがちょっと気になるわけです。で、これは高山手倉中の、石英なんですけれども、この無色透明でガラスのような割れ方をするというものです。で、こういったものを、順番に電子顕微鏡で観察するというわけです。電子顕微鏡というのは、この資料に電子線を当ててで、そこから出てくる蛍光 X 線といって、含まれる元素によって異なる波長の蛍光 X 線を出すので、それを測定して、どれくらいあるかということを探るというわけです。で、測定の装置なんですけども、これは大学の実験室にあるものを、使ってやっています。はい。で、まず電子顕微鏡の、観察で、まず鉱物の粒の形を、このように写真で撮影します。そして、この中で、比較的平らな面に
のところを選んでですね、今度は組成を測るということをやっていきます。はい、でまあここでは5つの資料について分析を行いました。はい、でまあこの分析する場所なんですけれども、まあ比較的凸凹のないところを選びます。で右側は出てきた信号がスペクトルというんですけども、まあそれぞれの元素によって、まあ、どこにこのピークができるかというのが決まっていて、それからこのピークの高さで、まあ、量が分かるというわけです。それで測定結果をねまず見てもらうんですけども、まあ、この装置のね、測定のデータは、まあ、原子数表示と重量パーセント表示という2つの表示があります。でまあ石英の場合は SiO2 なので、まあ原子数でいくと Si と O は1対2です。まあこれを、比率にすると 33.3 対 66.6 というような形になっているわけですけども、これを重量パーセントにすると、まあこのケイ素と酸素のね、原子量を使って計算をします。で重量パーセントの方でいくと、まあ、ケイ素が 46.6 に対して酸素が 53.3% というふうになります。でこの表は5つの測定データがあるわけですけども、ケイ素と酸素の、まあ、比率、まあ、33対66ぐらいの値になっているし、まあ、重量パーセントでいくと、まあ、45対、まあ、50% ぐらいということで、まあまあこの化学式に合うようなデータが出ています。でまあ分析のねこのところでアルミのね信号も検出されているので出てるんですけども、まあ表面の凸凹とか、まあいろんなことがあって若干こういった誤差というものが、まあ、出てしまうというわけです。はい、でそこでまあ火山灰中のね、無色透明化物の石英を測ったんですけども、まあ、化学組成としてはまあいいということで、まあ、問題ないということが分かりました。で、陽イオンとしてアルミが検出されるということがあったんですけども、まあ、それがこの表面の凸凹によるんじゃないかなということを、まあ、ちょっと考えています。でちょっとこれが気になるので、もう一つねこのスピネルという、まあ、これは火山灰中の鉱物には含まれていないんですけれども、まあ、化学式がマグネシウムアルミニウム酸素ということで、まあ、このケイ素がないタイプの鉱物ということなので、まあ、これでちょっと試してみたというわけです。で実際測ってみると、まあ、原子数でいくと今度は1対2対4なんですね。で比率でいくと14、28、57ということなんですけども、まあまあこの値に近いものが出ているので、まあこのスピネルについてもこの何だかわからない鉱物があったとして、まあ、測ればまあこのスピネルだということがね確かめることができるということが、まあこれでまあ言えるんじゃないかというわけです。まあ、そこで他のね、鉱物についても、まあ、同様にやっていこうというわけです。で今やってみて、まあ、石英の場合はねアルミのピークが出たりしていて、まあ、ちょっとねわからないところもあるんですけども、まあ、表面の凸凹が結構この分析精度にね影響してるみたいなので、測定に使う鉱物をね、まあ割とこの表面が綺麗なものを選ぶというようなことが、必要かなと思っています。で今後ね、他の鉱物についても、まあ、順番に、測定していくつもりなので、まあ、結果が出たらまた話をしたいと考えています。